宇宙の騎士テッカマンブレード宇宙の騎士テッカマンブレード宇宙の騎士テッカマンブレードは1992年2月18日から1993年2月2日までテレビ東京系で前後1 0話が放送されたタツノコプロ制作の SF アニメである1994年に続編として OVA 宇宙の騎士テッカマンブレード E が制作されている 本作は、1975年に、タツノコプロで制作された、宇宙の騎士テッカマンの名を冠しており、設定や構想の一部が流用されているが、全く別の世界観に基づいて作られた作品であり、リメイクやストーリー上の続編ではない。OP アニメーションや初期変身バンクは、大張正美、及び、石田敦子が担当している。なお、大張は、本編の作画にはほとんど参加していない。 また、第48話において、宇宙の騎士テッカマンのメインキャラクター、南城に、天地博美、アンドロー、梅田や、科学忍者隊、ガッチャマンの南部博士が、亀を出演的に登場している。ストーリー面については、地球を守るために、肉親や友人、恩師と戦わねばならない、主人公という、ハードな展開が特徴である。シリーズ構成とメイン脚本を担当したか、 森悟は、後年のインタビューにおいてという、アーチ構造になるようなストーリー構成を、関島信頼と共に練り上げ、それをもとに脚本を書き上げていったと明かしていた。旧作、宇宙の騎士鉄火マンでは、最終的に主人公が死んだはずの父親と対決する予定であったが、その前に、番組が打ち切りとなった、当該記事参照。 本作ではその時に描ききれなかった要素が組まれ、兄弟の中で最も父親に似ている、長兄剣を、鉄火マンオメガが最後の敵となるという構図に反映されたという。連合地球歴192年、謎の宇宙生命体、ラダムが突如として地球に来襲。人類の宇宙進出の夢をかけて作られた、軌道エレベータ基地、オービタルリングをたたく間に占拠し、 地球侵略を開始した。地球性兵器では傷つけることすらできない、強人無比のラダム獣とラダム獣を遥かに凌ぐ戦闘力を持つ謎の仮面の超人。唯一対抗し得る兵器であるオービタルリングのレーザー砲を奪われ、すべての宇宙船が破壊されてしまった人類にはそれらに対抗するすべなく、その進行をただ黙って耐えることしかなかった。そんなある日、 地球上のラダム獣やそれらが変態し地上に根付いたラダム樹の調査、分析をしていた、外宇宙開発機候クルーの秋とノアルの前に、正体不明、記憶喪失の青年が天から落ちてく。秋たちに保護された青年は、目覚めるなり宇宙に飛び立てるスペースシップを要求し、止めようとする秋たちを乗せたまま、地球に残された最後の宇宙船、ブルーアース号を無断で操縦し、 ラダムがバッコする宇宙へ飛び立ってしまう。そのあまりの無謀ぶりから、デ d ボーイとノアルに名付けられた青年は、二人の目の前でラダムの先兵と告示した超人、鉄カマンブレードに変身、人類が手も足も出なかったラダム獣をこともなく打ち砕いて見せた。外宇宙開発機構のチーフであるフリーマンは、ラダムという名称を知り、超常的な力を持つデ d ボーイを仲間に加え、 組織をスペースナイツとして再編。地球連合軍とは別にラダムとの戦いを開始した。だが、ラダムから地球を守る戦いは D ボーイにとって重く激しく罪を背負った悲しい戦いでもあった。地球の衛星軌道上に建設された地球を一周するリング上の建造物。正式名称はオービタルリングシステム。リングと地上との行き来は 地上の各地に建設された軌道エレベーターで行われる。宇宙船の発着工として用いられており、この時代の商工業の中心は、オービタルリングに移っていた。隕石等の迎撃用に、レーザー砲も備えられていたが、ラダムに、占拠されてからは地表への爆撃手段として、使われてしまう。物語終盤にスペースナイツが奪還し、ラダム寺を焼き払うために、レーザー砲を使用し、 一般人の避難所として、リング内は使用された。テッカマンブレードを中心としたタイ、ラダムチームとして、外宇宙開発機構内に設立された、軍組織とは全く別のスペシャルチームで、地球に唯一残された、スペースシップ、ブルーアースを有する。結成前に集められていた各メンバーは、お互いがスペースナイツであることを知らされていなかった。当初は、テキサスに本部を置いていたが、 ラダムテッカマンの攻撃とレイピアの自爆により、壊滅した後、アラスカに本部を移した。本能の実を高度に発達させた知的生命体、及びその種族の名称。昆虫上の生物で、頭脳、脳髄の実を高度に発達させたため肉体は、非常に脆弱で、環境変化や外因性ショックに対する抵抗力を出ない。そのため、他の知的生命体の体内に寄生し、 その脳をラダムの強い本能によって支配することで生態系の上位に君臨している。外骨格が強固に発達し巨大化したラダムはラダム獣と呼ぶ。ラダム獣は標的とする惑星に降り立つと地面に潜って植物化しラダム樹となる。ラダム樹はある一定の期間を経ると一斉に開花し、 花の中にその惑星の知的生命体を取り込んで、テッカマンへのフォーマットを行う。このフォーマットされたテッカマンに、ラダムが寄生することで新たなラダムの民が誕生し、ラダムによる侵略が完了する。ラダムというネーミングはノストラダムスに由来している。本作における、テッカマンとは、ラダムによって作られた生体兵器のことを指す。肉体らしい肉体を持たないラダムが、 他の惑星への侵略行為を効果的に行うために開発したものである。強靭な肉体を持つ知的生命体をテッカマンとしてフォーマットし、最後に肉体、スカラダの中枢、すなわち脳髄にラダムが寄生することで、テッカマン、正確にはラダム人が完成するが、闘争本能を全く持たない生命体に対してはラダムは寄生できない。テッカマン。 ラダムテッカマンは人間大の大きさでありながら通常でも極超音速をはるかに超える機動力最大で高速域の速度と反応弾はろか半物質粒子フェルミオンを用いたミサイルを難なく耐える強固な装甲を備えており地球性通常兵器やラダム獣をものともしない圧倒的な戦闘力を有している武器は白兵専用のテックランサーと ランサー回収用の光線、テックワイヤー。個々のテッカマンの特徴は、人間時の性質、能力に大きく左右される。作中に登場する各テッカマンは、それぞれ以下のような特性に分類される。テッカマンが装備している、テックランサーは、それぞれの性質に合わせて形状が異なっている。ブレードのランサーは2本に分解して用いることが可能であり、エビルの場合は、 ランサーの分割が不可能である代わりに、刃の部分はそれぞれ二つに開き、中心を基部にして十字に展開することができる。また、ランサーとは別に固有の武器、ラムショルダーも有している。他にも、ダガーのランサーは球状に変形して、コスモボガンを放てるようになっており、アックスのランサーは破壊力を重視したオノ、ランスのランサーは、長さのある槍、ソードのランサーは、 派のナイコーン、シレーラとなっている。変身時に形成される、クリスタルフィールドを、鉄火マン形態で形成し、装甲を変形させて、体をスリム化し、背面バーニアを全開にして高速域での突進と、その衝撃波などで対象を破壊する技は、クラッシュイントルードと呼ばれ、多数の敵を一度に排除する際に多く用いられている。ブレードの場合、 クリスタルが破壊されているためにペガスとの共同でクラッシュイントルードを行うことになるが威力、速度ともに完全なクリスタルを持った状態より劣る。クリスタルフィールドの使用は肉体に大きな負荷をかけるためブラスター化しタブレードが使用した時には脳神計画の最終崩壊をもたらした。テッカマンには体内に蓄積された半物質フェルミオンを放出し、 相手を対消滅させる必殺技、ボルテッカがある。至近距離で直撃すれば、敵テッカマンをも消滅させるほどの破壊力を誇るが、これは変身時に発生し蓄積したフェルミオンをすべて放出するものであうえ、激しく体力を消耗するため、テックセット1回につき1度しか使用できない。 ボルテッカの特殊なバリエーションとしては、フェルミオンの放出量や軌道などを自由意志で操り、相手のボルテッカを吸収して無効にできるエビルのサイ、サイボルテッカやペガスに搭載されたフェルミオン砲と連動させて、破壊力を増強させたブレードの廃校とボルテッカがある。また、自らの肉体のエネルギーをすべてボルテッカに変換し、自爆することも可能であるレイピア、アックスが使用。 レイピアに関しては、ボルテッカ気候を有しているものの、フェルミオン放射口が存在しないため使用は自爆に限られる。ダガーに限っては、ボルテッカが非搭載だが、コスモボーガンの矢が光物質変換機能の応用なのか小型のフェルミオン射出機構であるのかといった設定は、あらゆる文献において存在しない。テッカマンには予期せぬ状況に対応するため、進化する機能が付いており、 これをブラスター化と呼ぶ。ブラスター化したテッカマンは圧倒的戦闘力を有する第二形態に再変身することができるようになるが、ブラスター化に成功する確率は極めて低く、成功しても短命と化してしまう。作中ではブレードとエビルのみブラスター化に挑み成功している。ブラスター化による第二形態の特性は以下の通りである。ブレードは 不完全な状態でのブラスター化だったゆえに短命化は免れたものの、著しいテクスニウムの消費を招きブラスター化の度に、脳神計画が崩壊して、過去の記憶を失うようになってしまった。また、エビルの場合は肉体に極度の負担がかかった結果、時折全身に激痛が走る発作に襲われるようになってしまった。なお、TV シリーズにおいては、 グレードの肉体の組織崩壊の原因は、進化せずに、ラダム同士での生存競争を行ったため、つまり進化すべき状況であるのに進化していないためと、説明された。オメガであるケンの婚約者フォン・リーが変身する、テッカマン。護衛型のテッカマンで司令官であるオメガの護衛が、主な役目。カラーリングはエメラルドグリーンで、体型は女性であることから細身。 ボーイの実ンが変身するテッカマンで、ラダムの総司令官。ラダム母艦と一体化しており、その母艦は構造によって、航行不能にされたため動くことができない。本来は、他の鉄火マン同様人型だったが、母艦の修復に専念するため、中枢システムと一体化した結果動けなくなった。また、ラダム虫が2体寄生しているため、テックアウトも、不可能。 修復が完了した母艦と完全に融合することにより、テッカマンとは思えないほどの巨大な姿となる。この状態では、本来の腕の他に肩から巨大な腹腕が伸びており、脚部は蛇のようになっている。胸部装甲を展開したところに、元の剣後の顔がついている。バルザックがスペースナイツ基地に潜入して得たテッカマンに関する様々な研究データをもとに、 地球連合軍のドクター・マルローラが中心となって、開発した対ラダム用パワードスーツ。2機存在し、1号機には、バルザック、2号機は、ノアルが登場する。身長2.3メートル、重量181キログラム、飛行速度時速530キロメートル。時差ネットを用いていたのは、基本的に、テレビ、東京系列外の地方局であったが、 当時平日夕方6時30分枠がアニメ再放送枠となっていたテレビ大阪とテレビ愛知の2局も同様であった。両局とも19時代の放送であったため放送時間帯が毎週のように変更されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。